スッ。あ、やってきたよ。え、これ戻ってきたんか。え、戻ってきたけど。お、中にも誰かおる。監視ロボットみたいなの飛び寄るよ。大丈夫？めっちゃ話しかけていくんやね。何の話をしているんだろうか。なんかめっちゃ笑いよる。はははは。てか昔ここで働きをやったらさ、普通に顔見知りなんじゃない？めっちゃ腹抱えて笑いよるけど。なになになに、ちょっと。話に花咲かせよる場合じゃないんやけど。なんやろ、私はどこかに行けばいいかな。ひぃー、怖い怖い怖い。痛い、殺される、殺される。え、てかさ、これ私は一体何をさせられてるのかが一体全くわからないんだけど。とりあえずまあ進んでいけばいいってことなんやろうけど。違う違う違う、なんなんやろ。これは一体私は何をしているの？ひ。ねえ、一体私は何をし、どこへ向かう？何をしにここに来たん？何もわからないんだが。危ねえ。何なんだろうな。とりあえず進むけども。さあ、今だ。トン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 。多分、この、ね、途中途中にある、この箱の中に隠れれるってことなんよね。隠れて、ちょっと難を逃れれる。ほら、あそこのやつずっとこっち見とるもん。あそこは必ず見つかるゾーンってことやね、きっと。やけん、ここを、猛ダッシュで抜けて、ここに入るんよ。ほら。で、ここの監視のやつはどこ？なんか光はそこ、あ、あれか。あいつやな。どの辺まで光届くんやろ？え、なんかおるよ。どうも。いいところに来たね。ちょっと手伝ってよ。いいところに来たね。侵入者だとはならんねや。この暗くて巨大な工場で自分の家のキーをなくしちゃったんだ。いや、絶望的。見張り兵を探してくれるどころかこう言ったんだ。家に戻れないなら、ここでもっと働くことができる。ブラックーもし探してくれたら一生感謝するよ。なんなら、あいつらの目をごまかしてくれてもいいんやけどね。え、なにこの下り、下？やばくない？これどっから降りるんやろ。なんか降りるとこある？どっか。なくない？まああれかな。今すぐってわけじゃないんかな。進んでいきよるうちに、ってこと、あそこくぐるんか？あっち通しまっとるもんね。オッケーオッケー、行きまーす。くぐれんやん。開いてないわ、全然。どこに行くんだよ。じゃあ、あの明るいところか、やっぱり。怖いよ。視界に入った。待って、どこ？怖い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 。え、隠れた？これはもう見つかってるんですね。怖い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 。これしばらくしたら諦めてどっか行ってくれるとかそういうのはない？あ、でも攻撃戦になったよ。いや、でも無理っぽいね。ここか？あ！ん？どこからどう行くんだ？で、あそこを下ろしたら多分こっちのシャッターが開くってことやね。ちょっとそういうスピード勝負系やめてよー。マジやめてよー。あ、でも見つからずに行けはするんか、一応。あっち向いとるときに、ここからポンポンポンとしたら、そっかそっか、一応いけるんやな。ちょ。
はい、下ろして。で、そこが開きます。ほんで、またこっから、戻っていく。え？戻れんくね？待って待って、どうやって戻るんこれ。え、ちょっと待って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 、どうやって戻るのこれ。え、積んだやん、私。戻れんねやけど。あ、こっちから？あ、ここからか？あれ、もうちょっとこっちに動かしとかんといかんかったやないん、ほんとは。一応ね、こっちに救済措置もあるけど、みたいな。だーし。一旦こっちに来といて。あ、あんな完璧に開くんやね。でもなんか、この監視ロボットがさ、厳格なだけでさ、この、めっちゃ監視されよるやん、この。この中で働きよる人たちは全然こっちに好意的なんよね。もこんなにこの人監視されるんやったら私話しかけれんよね。そっ。ねえねえ、君話せます？じゃ、次あれが来た時に。わからん、話せんかもしれん。そこ開いてないね。あっち側に渡らんといかんのか。じゃ、ちょっと次に、それが。よいしょ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 。なるほど、こういう通り方ね。え、次そこ。こいこい荷物。はいはいはい。めっちゃすげえやん。この場所さ、なんか、なんていうん？え？これは、これを下げればいいんか？この場所さ、なんか船で渡ってきたところみたいな感じじゃない？あ、あい、うえい、やめて。怖っ。めっちゃ怖っ。ぐるぐる回りよんか、あいつ。そういうことじゃないよね。あっちに渡るんや。待って、来ないでくれ。ここまで逃げてきたら、ここは管轄じゃないんよね、きっと。で、次どこに行けばいいんやろ。とりあえずさ、ちょっとなんか、遠目に見てさ、把握してないと、わからんよね。こっちまでは来んのか？あ、こっちまでは来んっぽいぞ。ってことは、この辺でちょっと見て、あっち側に渡っていけばいいんかな？あのなんか、作業員がおるところらへん。うわ、びっくりした。今だ。さあ、ここで、すっ。あ、やってきたよ。え、これ戻ってきたんか？え、戻ってきたけど。何をすればいいんだろう。話せねえな。え、帰ってきた？どういうこと？あっち、次あっち側に、あそこが開いとんか。あそこに向かうんやね。なるほど。まさかの同じ場所に戻ってきたっていう。あっちに行くんかって、あっち行けんわ。え、入る場所間違えたってこと？なんてことだよ。やめろよ。何やってんだよ。何帰ってきてんの？あっちからまた行かんといかんのやね。くそ。それを次はまたまっすぐこう向かうってことや。お。で、右側開いてない。けん、またこれも、そっち？あ、ここにおるんか。なるほど、なるほど。こっちに行くんやね。これもこの影に隠れて、向かって、で、そこの扉開いてなかったんやろ？んで、次は一体どこに向かうんだ？あ、ほらほら、まだあそこで、なんか談笑しよるわ。なんかここレーザーあるよね。このレーザー解除せんといかんのやないん。あ、これに、入って転がっていくんやな、きっと。そういうことやね。はい、これで。イエーイ。いや、でもまずさ、私一体自分が何をしようか全く分かってないよね。なんかどんどん進んでいきよるけどさ、これ一体何をさせられよん、私。
いや、全くわかんないんですよ。何これ、オンオフ。はい。なんか知らんけど、多分オンにした。ん？なんか動き出したんやけど、何？怖い。え、怖いって怖いって。何？なんかついてくる。ね、何これ？ノータスク。何？君。あ、ここに来させればいいんかな。え、そういうことじゃないの。ここにぴったり収まらせるとか。え、違うんかな。わからん。これでこっち側に私も乗って。なんかなったなった、なんかなった。でももう一箇所あれあるよ。上がってった。え、あれはどうすればいいんやろ。もう一個同じような機械が。こことここの場合は動かんのやな。こことここの場合だけ動く。ダッダッシュでいけんかった。あっち側に行けるな。あ、ここにある。これでオンにして、オンにしたけど、どうやって出てくるの君。あ、これ。で、開くのか。開いた、開いた。開いたよー。で、こっちにおいでー。ここ、ここ。はい、オフ。んで、もう一箇所これがある。なんかなった？え、怖い。ぺったんこにされるやん、私。え、なんかもう一個あるってことよね、多分。え、なに？どこ？え、もう一個ないの？でもないんよね。ん？なんだ？これで転がってもう一回ちょっとこっちの方行く？ゴロ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 。違う違う違う。まだ抜け出さないで。これ押して、よいしょ。で、これか。バッテリーを取得。お、しまった。あ、止まった止まった。でもなんかめちゃくちゃなんか鳴りよるよ、ベル。成功です。早く、見張り兵が来る前に脱出しましょう。このバッテリーをクレメンタインに渡しましょう。なるほど、バッテリーが必要やったんか。どこに行けばいいんですか、私。見張り兵が、あ、これ脱出。す。イエーイ、大冒険。ひ、逃げれた。よっと。なんかこの辺うろつきよった奴らおらんくなった？よしよし。めちゃくちゃ頭のいい野良猫だね。てかクレメンタインってどこやっけ？あ、そっか、あの建物か。あのアパートみたいな。あそこの上の方におったよね。何やってんの？封鎖されてんですけど。どういうこと？何？追い出されたの？君たち。私たちからステージを取り上げても、私たちの動きは止められない。君は何してんの？ダンスができなきゃ何の意味もない。ダンス取り締まられるんや、そんなに。おい、自分の居場所で好きなことやって何が悪い？悪者が私のヴィンテージカードのコレクションを狙っていると思う？今までのことが全て無駄になった。これはどうすればいいんだ？あ、はい、入れるやん。多分これは話しかけん方がいいんよね。知らんけど。うわ、見張りおるし。マジか、そういう感じね。ここもそういう感じになったのね。怖いよー。
やべえ、泣いてしまった私。やべえやべえやべえ、めっちゃ泣いた。怖いよー。うっと、そこにおったわ。待って、次の階段はこっちの端の方やったっけ。あれか、階段。待って、もうめっちゃ動いてくるやん。こんなとこまで来ると思ってないって、やめてよ。え、あっちにもおるし。見失った?見失ったっぽい?おー、見失ってくれるやん。待ってね、なんかあいつ振り向きそうな感じするんよね。え、なんか階段におらんかった今。あ、階段にはおらんか。来た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 。怖いって怖いって。めっちゃ怖いって。待って、どこやった？え、こっち振り向く？いや、大丈夫そうか？ね、そこは絶対に見つかる場所？もうその方向しか向いてないもんね。場所どこや、あ、あれか！あそこに入るんやな。オッケー、ダッシュで行きます。うわ、危ねえ。めっちゃ怖。超怖。クレメンタイン来たよ。バッテリー。え、おらんねえけど。何？どこ行った？なんかどっかで作業しよる？こっちかな、また。え？おらんけど。え？何？どこ行ったの？おーい。え？何？どこ行ったの？ここ？え？いないよ？え？何？全然いないんだけど、どこ行ったの？こっち？え？何？いない。あ、ここが玄関なんやね。ん？ヒントボード。クレム？クレメンタインの手がかりはありません。あれは何ですか？何かの暗号メッセージみたいです。彼女に何が起こったのか、探偵みたいに調べる必要があり、あるようです。見てみましょう。B12 と猫へ。答えは私の家具の中にある。4つの目印が書いてあります。クレメンタインのサインがあるので、後で見てください。なんだいあれ、植物。あ、あれなんか上にあったやつかな。鉱石みたいな。何あれ、テーブル？で、なんかキラキラしとる。ミステリアスなメッセージ。その場所に何かヒントがあると。何か見つけましたか？私には何も見えません。本当ですか？いや、知らん。え？とりあえず、え、ヒント。なんか植物あったよね。どの植物やろ。私のセンサーはガス状の無害な化学物質しか検知できません。落ち着いた感覚を再現することはできないのです。これはアロマってこと？私と同じように住人たちにも嗅覚がありません。なぜこんなことをするのでしょうか。入れ物の下にメッセージが隠されています。私は、と一緒です、とあります。え、ヒントの中にこれあった？全然わからんねえけど、あんなのヒントの中にあった？それそのものってことじゃなくって、植物がある部屋っていう意味あったんかな。で、多分この上に、ほら、あのヒントにあった鉱石がこれやろ？この宝石の価値はほどほどで、純度は低いです。輝きは人工的に加えられたようです。探査機のようなものでしょうか。何か探すときに役立ちそうです。その通りです。メッセージには、お、ブレイザーと一緒におるってこと？とあります。ふんふん。ブレイザー、あ、あいつか。え、あいつってことは、あいつなんか、ねえ、なんか工場の作業員と談笑しおらんかった？あそこにおるん。え、アパートの中にあるのは変ですね。ここの方たちはこのように人間を見ているのでしょうか。面白いですね。
見てください。ここに何か残されています。ん？に来てくださいとあります。なるほど。場所変わっとるってことか。とりあえず、ブレイザーと一緒にいます。何か見つけましたか？私には何も見えません。本当ですか？あれも違うか。これは？これが何か見当もつきません。でもこの光は何やら魅惑的ですね。あ、これか？すいません。ぼーっとしていました。ここにメッセージがあることにさえ気づきませんでした。あ、あった。ナイトクラブ。お、ブレイザーと一緒にいます。ナイトクラブに来てください。オッケー。私はブレイザーと一緒です。ナイトクラブに来てください。それです。お手柄ですぞ、猫刑事。時間がありません。急いで彼女を探しに行きましょう。オッケー。そっか、クレメンタインって女やったっけ？